タッグの主砲であるツインスター・オブ・アルシオン、そしてシングル最強の証であるクイーン・オブ・アルシオン。99年は2つのベルトをめぐり、さまざまなドラマが生まれた年だった。口火を切ったのは意外にもデビューわずか半年の秋野。開幕戦でタッグながら同期の綾子を下すと、女王吉田に大胆すぎる挑戦状を叩きつけたのだ。このベルト自分が取ります。次の後楽園1周年1周年でやろう。何本気なんか言ってみた。次の後楽園、自分がこのベルト出るんですよ。マリちゃん、クラブチッタでお願いします。この10日後、アルシオン初の昼夜大会、夜の部のメインで吉田の初防衛戦となる指定対決が実現した。キャリアの差は10年、だが秋野は持てる力の全てで吉田にぶつかっていった。一番弟子の技も思いも全てを受け止めきった吉田が初防衛を果たした。創立1周年記念日では吉田の提案により全試合シングルマッチで1年の成果を競い合うこととなった。皆さん、本日はご来場誠にありがとうございます。本日デビューさせていただきます、加藤由紀子です。今日このような形でアルシオンの一員としてリングに上がれることを誇りに思います。皆さん、今日も最後まで楽しんでいてください。この日デビューを果たしたのが秋野綾子に続く生え抜き新人第3号の加藤由紀子だ。芸術大学卒業という変わり種、ブルース・リーやジャッキー・チェンバリのアクションスタイルを目指す角は、アジョを相手に堂々戦い抜き、度胸の良さを見せつけた。メインでは吉田が八木ひろみとのサブミッション対決を制し、早くも V2 を達成。20分36秒、エンディングセンターによりウィナー吉田。だがルーキーたちの成長に比べ伸び悩む大向玉田深川に対し、試合後その悶々とする思いをぶちまけた。大向玉田、
たちはどう思ってんだよ。アルシオンで勝ち残っているだけの自信はあるのか。どうした、いつまでも舐めてんじゃねえぞ、この野郎。うちらはな、こんなんじゃ終わねえんだ。奥さん、お前どうすんだ。悪いけどな、お前みたいにチンタラして暇はねえんだよ。私はな、あやこと秋野とアルシオンで新しいものを作っていくんだよ。そういう時代なんだよ。主張ないやつはどんどん去ってもらって結構ですよ。どん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 新しい力も育ってきて、今年もアルシオン長く飛ばしていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。世代間の熾烈なサバイバル闘争に突入したアルシオンマット。その中で誰よりも発奮したのが大向かいだった。この時から大向かいの心に打倒吉田の火が灯されたのだった。3月大会では10日後に引退を控えた JWP の福岡光が最初で最後のアルシオン参戦を果たした。二神のアピールによりジャパン女子プロレス時代の同期対決が実現。苦楽を共にした二人は5分間の中に10年間の思いの丈をぶつけ合い、場内は温かい感動に包まれた。アルシオンに最大の悲しみが突然訪れた。4月9日、生え抜きルーキーの門恵美子が
急性硬膜下血腫により帰らぬ人に。23歳の若さだった。過度の栄眠から5日後、後楽園ホール大会が開催された。痛いここが。ライセンスナンバー18は、永遠のエースナンバーとして過度に捧げられた。右手にわたり、皆さんに憧れて道しに渡り、時間はかかりましたが、今日こうして夢を叶えることができました。今日は、元気よく華麗に乗りたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。同期でもあり、親友でもあった角に届け、藤田愛は元気よく舞い、そして華麗に飛んだ。新世代ユニットキャッズアイにもう一人、いや二人の新メンバーが加わった。メインでは深い悲しみを乗り越え、吉田と二神が魂をぶつけ合う激闘を展開。この一戦はアルシオン史上に残る名勝負として語り継がれることとなる。アルシオンの女王として最後まで気丈な態度を見せた吉田だが、人目を逃れると込み上げたものを抑えることはできなかった。2回目を迎えた春の大場所トーナメントアルスはサプライズの連続となった。吉田からダメ出しを受けていた深場が大健闘。敗れたとはいえ、女王をあと一歩のところまで追い込んだ。またキャッズアイの結成で勢いに乗る奥津が、なんと得意の頭脳プレーでアジャを電撃フォール。アジャは昨年に続き
屈辱の1回戦敗退となってしまった。最大のサプライズは大向かいの快進撃だろう。1回戦では実力者の二神から生涯初のフォール勝ちをゲット。こうなると大向かいの勢いは止まらない。昨年度優勝の奥津をわずか25秒で仕留めてみせた。決勝の相手は初エントリーながら準決勝で吉田を下している八木。新兵器 B3 ボムを炸裂させ感動の初優勝。大向は付きっきりでコーチを務めてくれた長谷川早紀江広報にこの勝利を捧げた。激闘の最中、アルシオン初のメキシコ遠征が実現した。ファンとの交流を深めながら観光を楽しんだ6人の選手たち。久々の里帰りとあって綾子も本当に嬉しそうだ。トリプルエアの特別大会や登竜門の2周年記念大会にも参戦を果たし、ルチャの空気を思う存分吸い込んだ5日間だった。6月の後楽園大会はあらゆる意味でアルシオンの運命を左右する事件が続発した。綾子と秋野がデビュー1年足らずでツインスター王者に。だがこの事件がさらなる大事件を引き起こすこととなる。Yeah!
聖なるリングに突然吹き荒れた嵐。復活した玉深は最強ヒールタッグのラスカチョーラスオリエンタレスを止めることができるか。騒然とした第0試合から一転、日本とメキシコを代表する10人の空中ファイターが一堂に会し、女子大空中祭トーナメントスカイが華やかに幕を開けた。次々と飛び出す空中殺法に場内はため息と大歓声の連続。トーナメント決勝はスーパーライト級第一人者のチャパリータ・アサリと圧倒的なパワーを誇るマリー・アパッチェの激突となった。初のトーナメントを制したのは大本命のアサリ。これを機にスカイハイオブアルシオンの王座も新設され、空中戦の新たな歴史がスタートした。ザ・クイーンズと名付けられた真夏の祭典、女王吉田の V5 を阻止すべく立ちはだかったアジャは試合前に究極の条件を突きつけた。ファイティングプロデューサーに就任、アジャ・コングはファイティングプロデューサーを辞任することを誓う。またアジャ・コングが勝った場合は吉田麻里子は支配下選手となり、いかなる指示にも従う。一触即発のムード漂う場内。1年ぶりの一騎打ちは吉田のサブミッションとアジャのパワーが正面から激突する凄まじいものとなった。頂上決戦を制したアジャがアルシオンを守るべく、いよいよラスカチョ封じに立ち上がった。玉深に続き大田区大会で二神大向組を潰したラスカチョは直後のトーナメント仕様へのエントリーを要求。アジャにラスカチョを封じる絶好のチャンスが訪れた。
ベルト返上しろ。じゃなかったらアルシオンに恥ずかしくて入れねえだろ。お前の時に丸め込めのくらいで返上するほどチャンスがベルト持ってるわけがねえだろ。勝ち逃げするって言ってんじゃん。ストップザラスカチョは前回に続き決勝まで駆け上がった大向かいに託された。ラスカチョに待ったをかけたのは必殺の B3 ボム。アルス・シオンの連続優勝という快挙を成し遂げた大向は、以降トーナメント女としてアルシオンに確固たる地位を築いていく。シオン以降もアルシオンマットを蹂躙し続けるラスカチョに対し、ついにアジャの怒りが爆発した。自ら2対1によるノールールハンディキャップマッチを宣言したアジャだったが、最愛の死アジャの無残な姿に思わず飛び込んでいく綾子。試合はノーコンテストとなった。ふざけんなよ。あ、ふざけてねえ。なんだ、ふざけんなよ。あ、なんだ、おらくそがけ。アジアの自分で開けるよ。おお、頑張って。あんたたちみたいなババアとやるなわけかよ。よしのババアだよ。やってやるよ。自分のやることであるしを守ってやるよ。社長、分だけやってやるよ。やってやるよ。テレビは日本橋流してやるよ。もう楽しみ。顔は先に出してこい。オッケー。決戦の舞台は年末のビッグマッチに決定した。自分たちがないと女子プロレスの未来はないと思うんです。プロレスの未来とか何とか言ってるけど、私はあんたたちの未来があるかどうか心配で。90年代最後を飾るアルシオンのクライマックス、カーニバルアルシオン99。そのメインでスーパールーキー2人がついに究極のチャレンジ。この戦いで聖なるリングが初めて血に染まった。アルシオンを応援してくれる皆さんのために捧げる。
タッグのベルトこそ逃したものの、これでやすやすと引き下がるラスカチョではない。年末に行われたタッグトーナメント決勝では、粘る大向かいと深川を振り切り優勝を強奪。さらに試合後、爆弾発言まで飛び出した。じゃあなかったな。